ドジャースの大谷翔平投手は5日日本時間6日、敵地で行われたパイレーツ戦に、2番指名打者で出場し、5試合ぶりとなる15号を放った。この15号は、MLB 公式のサラ・ラングス記者は、これまで大谷が本塁打を打った中で、100.1 マイルのボールは最速だったと紹介。ドジャースの選手では2008年にトラッキングが始まってから2022年の8月13日にマックス・マンシーが 101.2 マイル約 162.8 キロを打ったのに次ぐ、2番目の速さだという。最近は梅雨空のように気持ちがモヤモヤしていたが、久々に気持ちの良いホームランだった。やっぱり大谷のホームランは格別よ。ずっと追いかけているが、100マイル以上のフォーシームをホームランにしたのはあまり記憶になかった。やっぱり、新記録だったのか。スキーンズの自信満々の球を見事に攻略し、これが絶好調への転換点となれば嬉しいな。タイミングの修正はしたが、バットに当たったのはスキーンズの回転数がこの球だけ落ちたからバットにうまく当たったという感じだろう。速い球を2試合見せてもらってるので、いい調整になるといいな。スキーンズのストレートが速すぎて、これは打つの大変だなと思ったら、バックスクリーンへ放り込んでしまうんだから。本当に大谷はすごすぎる。毎度スター感が半端ない。スカッとした。2回までに7点を取られた後、みんなあの剛速球に対応できない中だからね。打席見てたけど絶対三振だと思ってたよ。すまん大谷。